優勝戦3号艇野中一平選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。フライング2本持ちという厳しい足かせがある中で、まあ、これで3節連続優勝戦に進んでいます。はい。今のご自身レースで大事にされている部分というのはありますか？いいターンをしようと心がけています。いいターンできてますか？たまにできてます。はい。そして今節船足はここまでどうでしょうか？船足はちょっとしんどいですね。しんどいですか？はい。どのあたり気になってますか？行き足から伸び その直線形が上とはすごく差があります。それはスリットですか、道中ですか？スリットも道中もですね。いい部分というのはありますか？いい部分というか、その自分のエンジンの中ではターン回り系は割としっかりしていると思います。優勝戦に向けて何か思い切った調整というのは考えてますか？はい、いえ、思い切った調整をするような調整力もないので、ターン回り、今戦えるターン回りがあるので、そこを明日も引き出せればと思ってます。3号艇です。どういったレース心がけていきましょう？そうですね、フライング2本あるんですけど、遅れないように一幕勝負できる位置にいたいです。そのスタートも今節非常にタイミング安定してますね。はい、集中していけてますね。では最後になりますが、ファンの皆様にもう一言お願いします。はい、3号艇得意なんですけど、無欲で頑張ります。応援お願いします。